まあでございます。ノーミルクさんとでございます。人工知能、チャット GPT に普通に悩みをね、打ち明けるとですね、うん、割と正論でちゃんと返してくれるんですよ。<laughs> ね <laughs> 結構僕最近それに元気づけられてます。井上ノメマーでございます。<laughs> なかなかもう言ってくれないです正論って。ね。確かにね。<laughs> あなたのお悩みの、対する悩みの回答は以下の5つが考えられますって。過剰書きで当たり前のこと返してくれるんだけど。<laughs> いいから、ほ頑張ろう頑張ろうといえば今日こちら飛んでた日本代表6月シリーズのメンバー予想していきましょう。いやー、気になる、気になる、超気になる。もうすぐ発表だね。はい、いつだっけ 5月の25日でおそらくこの動画が出ている日になるかなと思いますけれども実はねまずは皆さん僕は26人のメンバー予想してくるし森保さんも26人のメンバー発表すると思うんですけど絶対追加招集があります。絶対ことなんだろうっていうのは一体何でなのかこれからのシートでご覧ください。ろますよししくお願いということで佐藤が考えた26人のメンバーは左の皆さん。い こんな感じでございます。26人でしょまあ多分26人いつも通りというか、喜<あ>ばれることにはなると思います。全,全部これ選んじゃってんだったら追加招集とかないじゃない、これ。まあそうだよ。どういうことどういうことっ言いたいんですが、うん、まあまずちょっとここから行こうってので、6月一体どこと対戦するのかって話なんですけど、6月は15日にトヨタスタジアムでエルサルバドルと。エルサバドル。 そして6月20日にはパナソニックスタジアムツイッターでペルーと対戦することになっております、うんはい、そのメンバーが左ということにはなるんですが、うんうん、その皆さんに関しては後でちゃんと話すのでまた、はい、絶対のレベルで呼ばれない方々に関してもちょっと触れていきましょう呼ばれない人たちが決まってます移籍関係もあるんだけど<あ>まずは 一応、森保さんたちの,の方針によって、今回はベテラン組は呼ばないんだってははは。チェック済みというか。うん、はい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 。でこの間、清水対千葉とか、の森保さん見に行かれてましたけど、たぶ、うん、権、う、田、んうん、さんのチェックもしに行きつつ、今回も呼ばないけど、アジアカップまではた呼ぶからねとか、そういう話をしてるなからな,、うん、な,なるほど、健全な目で見てるからね、ちゃんと公平な目で年齢とかで呼ばない,ういうと,、ね、ということないから、頑張ってくれ、てたらいいんですよっていうことですね。そうですね。 はい。あとは、ちょ、これご覧になってる皆さんのためにですけど、なんでこいつ呼ばなんだよってことが出ないようにというか、あの、中山雄太選手、富安選手、田中王選手、そしてマリノスの角田選手、あとシャルケの光月選手や、あ、例えばブンデス2部で頑張ってるあの奥川選手、このあたりは呼ばれません。どうしてえ、怪我だね。怪我、だね。うん。だから怪我なので呼んだらおかしいので。意外と忘れちゃってんだよね、これ海外にいらっしゃる方ってね。あの、怪我な、どう、っていうのをね。 前回なんかもほらけがながら前田大然選手呼んだんですけど結局出れずに帰っちゃったとかあるので今回もないだろうなと思います。なるほどね。そしてまだまだ呼ばれない選手がいます、マサ。俺ね、多分なんですけど古橋さんと旗手さん呼べないんじゃないかなと思ってて。なんでですか大活躍。いや、そうなんです。ななんんでででですすかかまたあののね月日に カップ戦の、国内のカップ戦のファイナルがあるんであらやだ、あらやだ。で、ああそれ勝てば、なんと国内3冠達成なんですよ。ああ、なるほど。今で、セルティックとしても今年の勝ち点とか考えると、歴代最強なんですよ。すなるほど。そんなチームをグラスゴーの皆さんがテレビ局関係、ラジオ局もそうですけど、主役を置いてね。こな,なるほど、そうか。う,うん。この空気感もあるもんね。だって、だからパレードとかの可能性もあるでしょうんうん。ああ、そうですか。 でメディアの現地の取材とか、と MVP フルアーアス選手の取材とかあると思うんで、来、ね、れなくてもおかしくない。確かにね。うん、確かに確かに。そうかかもし、皆さんももしこの二人が入ってなかったら、うん、あなるほど、グラスゴーでの仕事だなと思っていたらいいい、<laughs> 営業みたいになるでくださいうことですでも可能性はあるすああ、そうか、そうか、わかりました。あとね、まだいるの、まあさ。んそういうい方たちが 誰かというとこの皆さんもしかすると呼ばれるけど招集回避になるかもしれない皆さんでいわゆるあとで辞退という形ですね。いそれがですねさささん、ん、んん遠藤藤伊なで実はですね今今ブンデスリーガが今第33節まで終わったんですけどああなるほど。 あと、遠藤選手、伊藤選手、あと原口選手所属のスットカルト、うん、そして、うん、えー、吉田麻也選手、光月選手所属の、えー、シャルケ。はい、この3チームのうち1チームは自動降格、1チームは残留プレイオフに回ることが決まりです。そうか少年バなんだ、リーグ戦が残留の。そうなんですよ。はいはい,はいはい。 そうすると、多分ね、一定的に言うと、<laughs> その残留プレイオファーのが6月の10日とかになるんですよ。うん,うんうんうん。だから、それ終わんない限り帰ってこれない。うん、ああ、それしょうがないわね。うん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 。しかも、もしそれで逆に降格とかなると、はい、今度新たなチーム、 探さなきゃいけなくなったりとかもあるんで。なるほど、ね。はいはいはい。だから、まあ日本代表での活躍も、もちろんそれも必要なんだけど、いろいろ来年の自分のそういうこと、仕事を捕まえなきゃいけない。いやー、まにそう、まさにそう。いやー、これ大変だ。これ全部民放が代表制の時お伝えしなきゃね、<laughs> うん、今の情報全部。いや、マジで大事なことですからね、これね。<laughs> ね一つのコロスは無理ですけどね。<laughs> まあね。うん,うんうん。まあ、っていうことで、それも踏まえながらの<ー>左のメンバー予想させていただきます。はーい。 はい。ております。はい,はいはいはい。まあ、ポジションずつ見ていこうと思う。今日は前から見ていきましょうかね。見てきましょう。えー、まずはセンターフォワードから見ていけば、まあ、大前、朝野、綾瀬、町野ということで、うん、前回同様のメンバーを選ばせていただきました。はい,はい。まあ、ただ、まあ、浅野選手が抜ける可能性もあれば、セルティック組で大前さんが抜ける可能性もあるとは思いますけど、まあ、だからその時には、例えば、細谷選手とかね、入ってくる可能性はゼロじゃないかと思いますが、まあ、そういうところになってくるかなというところです。はい。 で、ウィングのところは基本的に前回とも変わらず、伊藤、堂安、三笘、中村系どこのあたりかなと思いますが、うん、ちょっとオランダで活躍中の斎藤幸貴選手とか。ああ、見たい。うん。見たいよね。ちょっと、アンダー22の、ね、代表活動も同じ時にあるんですけど、うん、はい。 とアンダー22どころじゃない活躍、今オランダでやってるレベルなので。なんでしょうだから一回代表のユニフォーム着てドリブルしてるとこ見たいね。ね<ー><ー>しかもあと、みね中村啓斗選手あたりが遺跡で今回呼べないとかっていうケースも多くないと思うので。左サイドね、見たいね。そ,だその枠に入ってくるなんてこともあるかもしれません。うん、何あの可愛らしいコアみたいなサッカー人気もね。 かると思いますからねかしそして中盤は武、伊藤亮太郎、西村、川田、森田、遠藤航、伊藤敦樹というメンバーをちょっとチョイスさせていただきましたの西村選手がいついのゴールデンウィークぐらいでしたっけ体調不良とかで出れなかった時期とかもあるんですけど最近ちょっと戻ってきたのでまあ大丈夫かなと思いますが今回、例えば様子見るっていうケースもあるかなと思ってて。 あの、前回ね、あのー、例えば、左サイドバックに僕、あの、バングーナカンでカシーフ選手入れてなかったりとか、あの、カシーフ選手がほら、呼んで、コロンビア戦ですごい言い方あったけど、そう、で、ゴールデンウィークでやっと帰ってこれで1ヶ月以上空いちゃったんですよ、ねうん。はいはいはい、はい。それ、西村選手もそういうのが、ね、影響があったかはわかりませんけど、うん、ちょっとチームの方でなかなか出れないのもありましたから、はい、あえて今回呼ばないっていうケースもゼロじゃないと思ってて、まあそで、正直。混んでましたけどね、ヘディングを。 まあ、ね、リーグ戦でこの間、はい、んせんね。うん、まあ、てので、じゃあ次、誰か国内組でいったら、伊藤選手とか、うん、まあ、あとは、もしくは海外組でいったら、アペルカンプ選手とかなんてことはありそうかな。はいはいはい、はいで。左サイドバックだったら、一番僕は今のビルドアップのスタイルにも合ってるかなあたり、広島の東選手をちょっとチョイスさせて、うん、あとは、浦和からね、やっぱり ACL 選手とメンバーから一人、一歩、うん、選手なんてどうかなってので、ちょっと入れてみた ありましたけれども。もう、このメンバーで見てみたいな。うん。やってほしいですけどね。まだ今回中盤になって、その田中王選手がおけがで来れないっていうのがあるので、中盤一人誰か追加になるのは間違いないでしょうから、まあそこが例えば藤田ジョエル千葉なのか、田中聡志なのか、それとも、うん、伊藤敦樹なのかっとこはちょっと注目が集まるかもしれもしこの代表全てとトカルチョみたいなのがあったら、いい資料ですよ、これ今日。ははははは。 <laughs> エビデンスがすごいありますもんね。ありがとうございますね。はい。そしてディフェンスは、まあ、サイドバックは菅原、橋岡、うん、まあ、プラス、町田、東ということで、うん、まあ、カシフ選手は先ほどの理由、あとは、アンダー選手は今回、ちょっと招集外にさせていただいたところがありました。はい、これはただ、あの、積極的というか、消極的な理由ではないですよって話で、うん、アンダー22の方が、あの、オランダ、イングランドって、とてつもない強靭な戦力と戦うっていうのがあるので、うん。 前回、アンダー20には右サイドバックのちょっと主戦が少なかったっていうのがあるから、半田選手ちょっと行ったほうが、それこそチームにとってもいい戦いができるって可能性があるので、トップ、ね、ね、こっちのフル代表来て、ちょっと試合出れない、ベンチ外になるぐらいだったら、それもありなんじゃないかっいうので、今回、そういうチョイスにさせていただきいそして最後、センターバッは伊藤洋輝、瀬古、板倉、藤井、もしくは、えー、今年ベルギーで。 えー、フィールドプレイヤー唯一のフルタイム使用した渡辺選手な。なんでピンクなのこれ。実はあの、他の黄色の皆さんっていうのはあの初めての A 代表なんですけど、うん、渡辺選手は2019年に一度だけ e 番で招集された実績があったので、復帰ということで、はいね。なるほど、なるほど。うん、ピンクにさせていただきました。わかりました。そして最後キーパーはシュミット選手、大迫選手と僕は鹿島の早川選手あたりが、あるんじゃないかなと予想させていただいて。はい。 まあ、ただ、ここまでね、常盤で話した通り、呼べない選手とかもいるかもしれないとか、うん、あの、まあ、少々回避ということになっちゃう選手もいるかもしれないので、うん、左側のメンバーに加えて何人か来れないというふうになってきたら、例えば、柏の関川選手、札幌の金子選手とか、浅野選手、うん、あと、新潟の水戸選手や柏の細谷選手とか、そのあたりも可能性は全然あるんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、多分だから、森安さんのもとには僕なんかでも、全然もう、はるかに人ぐらいたくさんの情報が入ってきてるわけですから、はい これを踏まえて、どんなメンバーが25日14時から選ばれるのか、<laughs> 皆さん注目してまいりましょう。わかりました。14時発表。はい。はい,い。ちなみに、エルサドルはどういうチームだ中南米でしょ中米。そうね、中米です米ちょっと僕もね、このチームはなかなかちょっとデータ見てなかったところがあるので。でねでね、ペルーは南米ですもんね。うん、そうですね。ねうんうん あのこの間の a c l であれですね、アルヒラルの方ーナー、カリニータのカリジョ選手ってのが。あのオンゴール決めちゃった選手ですね。ああ、そうですか。じまた日本に来てくれるってことになりますから。はい。彼の個人技でも注目していただきたい。わかりました。ということで。代表発表次第、また、あれですか。そこをます教えてください。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。私もワクワクしながら、その発表待ちたいと思います。一応直前に。チャット g b t でも聞いてみたいと思いますんでね。 <laughs> りね、ありがとうございま,かまわす、ね。ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録、<ー>高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。毎日いろいろやってます。ますサムちゃんもよろしく。じゃあね。またね